はい、はい、というわけで僕ら5人1年間劇レンジャーを頑張ってきたわけですが、最後に1年間の感想を、はい、お願いしたいと思うんですが、じゃあまずマンペから。お、はい、うん、まあこの業界に入って、はい、初めて受けたのが戦隊で、うん、実は、うん、まあ、見事に落ちて。ああなるほどなるほど、うん、劇レンジャーの前ね。そうです。おで、なんかその時は悔しいとかも思わなかったんですよ、うん、なんかそれが今の当たり前かなっていうふうに思ってて。あでもこの実際劇レンジャーのこの最終に挑む時には、うん、絶対にこの仕事を取りたい、この役をやりたいっていうふうに思って受けて、実際選ばれて、うん、やっぱりすごい嬉しかったけど、すごい責任感も湧いて、うん、で実際現場に入ってこうカメラから抜けるね、うん、芝居全然分かんなかったんですけど、うん、でも現場のスタッフさん、スーツアクターさん、みんながこう教えてくれて、本当に支えられて、とにかく本当に楽しい現場でもあったし、勉強になる現場でもあったし、そしてなんかこう芝居っていうものの奥深さもなんか感じたし、伝えることの難しさも感じたし、アドリブの難しさも感じたし、うんうん、とにかく人を思う気持ちが本当に感じれた現場でありました。それで劇レンジャーのテーマでもある学び変わる、それが俺の役者としてのテーマでもこれからもあり続けると思うんで、これからまだまだ、高木万平役者として、学び変わり成長していきたいと思っています。そして劇レンジャーは、放送は終わったけど皆さんの心に、一生残り続けるものだと思っています。1年間たくさんの応援、そして支えてもらって本当にありがとうございました。最高の1年でした。劇レンジャーに入ったのが僕一番最後だったんですけども、はい、みんなより短い期間で一番後から入ったんですけども、そんな僕が今日までやってこれたのはやっぱりスタッフの皆さんとか役者の皆さんの優しさとかぬくもりに支えられた部分がすごく大きかったと思います。で本当にこの現場は毎日が勉強で、新しいことばっかりで、あの初めてのエアアクションとか初めてのオールアフレコ、もうそういう初めてだらけの現場で、僕はとっても成長できたんじゃないかと。そして大切な仲間ができたんじゃないかと思うわけです。はい、まとめれないけどそう思うわけです。はい、ありがとうございました。これからもこれからもよろしくお願いします。私も実は劇レンジャーの前に冒険者のオーディションを受けてたんですけど、結局落ちちゃって、この劇レンジャーが劇レンジャーになることがになって、すごい冒険者じゃなくて、あ、私は劇レンジャーだったんだなっていうのをすごく感じてます今で。まあ寒い中のミニスカートでこう寒いなって思った中でも、やっぱりみんながこう盛り上げてくれたので、あの頑張れたし、最初は結構根性だと思ってこう一人でこう頑張ろうみたいな感じだったんですけど、やっぱりこう絆みたいな感じのあの体調を崩す時もあったんですよ。でそういう時にあのスタッフの人がやっぱり陰で支えてくださって、でまあ劇レンジャーのメンバーもこう精神的に辛い時は声をかけてくれて、
こう福井美奈の中でこう結構絆みたいなものがすごく、うん、気づけたかなっていう部分だと思います、うん、あとファンの人との出会いがすごく、嬉しくて、こう辛い時に手紙を読んだりしたらすごい支えられてました。本当に1年間ありがとうございました。僕はですね、新メンバーとしては4人目で、でみんなの中に新メンバーとして初めて入る人間だったので、すごいそういった意味でなんか緊張っていうのはいっぱいしてたんですけど、でも本当入ったらすごくみんなが温かく迎えてくれて、で烈役の万平とも同じ事務所っていうのももちろんありまして、すごい親近感もあって、でなんか本当別にその周りの環境を気にすることなく仕事ができて、でお芝居の方とかでもなんか他の現場では経験できないようなアクションだったり、あとはアフレコだったり、すごく新鮮なことが多くて、本当に自分の身になるっていうか勉強することがたくさんあってですね、本当なんかなんだろう、これは自分こうヒーローっていうものもできたっていう嬉しい喜びプラス、そういった発見っていうか他では経験できないもの、これから役に立つであろうもの、本当自分にとってプラスになることばかりで、本当にできてよかったなって思ってます。本当に劇レンジャーには感謝感謝だけです。ありがとうございました。劇レンジャーを応援してくれた皆さん、いかがでしたか？僕は絶対に面白いと思います。はい、それはもうクランクインの前からずっと思っていたことで、戦隊にシュッ、どうしたの？戦隊にね、はい、戦隊にね、はい、出演するっていうことが決まってから、そうですね、そう決まってからですね、やっぱりもう絶対に面白い作品するんだと、もう最高の過去最高と言われるぐらいの戦隊にするんだという気持ちでやってきたんですが、皆さんいかがだったでしょうか。はい、もうね、こうこんなこと言うのはあれなんですけど、僕としては感動ちゃんという役に出会えて本当に幸せで、もういいかなって思ってます結構満足しちゃいまして、本当に本当の本当に全力でやったので、もうね、結構次のこととか考えられないんだよ。え？いやそれぐらいね、もういいかなってぐらい、あもうやりきった、俺やりきったなっていうぐらいね、本当に、はい、全力を出した作品でもありました。はい、でプロデューサーさんが言ってくださったんですが、この作品はこれから先もずっと色褪せないんだと。本当に僕もそう思います。ずっとずっと残るものだし、これからもずっと僕の誇りだと思っております。でこの作品に出たみんな、俺ら5人はもう行きますよ、上に行きますよ、劇レンジャーのようにずんずん突き進んでいきたいと思います。最後に、劇レンジャーに、関係する皆様、本当にありがとうございました。皆さんのおかげで素晴らしい作品だったと思っております。そして劇レンジャーを1年間愛してくれた皆様、本当にありがとうございました。劇中トークは今回で完了。でも俺たちの修行はまだまだ続くから、これからもよろしくな。暮らしの中に修行あり。また。